バーギャシュリーは、インドのヒンディー語映画、カンナダ語映画、マラウティ語映画、テルグ語映画、ボージュプリー語映画で活動する女優。1987年に、若草物語を原作とした、テレビシリーズ、キャッシュ・デュープで女優デビューした。彼女は、同シリーズの監督、アモル・パレカルに対し、突然降板した女優の代役として、自分を起用するように申し出て、 役を獲得した。1989年に、私は愛を知ったで、サルマン・カーンと共演し、映画デビューを果たした。同作で演技を評価されたバー・ギャシュリーは、フィルムフェア賞最優秀新人女優賞を受賞し、彼女のキャリアの中で最も成功した作品として同作が挙げられている。結婚後の百九十二年には、ケイド・マイ・ハイ・ブルブル、チャギ、 パヤルに出演し、パヤルでは夫ヒマーラやダサーニーと共演している。1993年には、ガーアーやメラパーデシーに出演し、これ以降は、テルク語映画に出演するようになった。2000年代中盤からは、ヒンディー語映画に復帰し、マ、ま、ー、あ、サントシマー、ハンコデー・はナ・カるゲー、レッドアラート、ザオーウィズインに出演した。2009年以降は、テレビシリーズから遠ざかっていたが、 2014年から2015年にかけて放送されたラウト・アー・オトリシャーでテレビシリーズに復帰した。女優業の他に夫ヒマーラヤと共同でメディア企業シュリシティエンターテインメントを経営している。2015年3月にはマハーラ・アシュトラ州政府が主導するバーギャシュリー計画のブランド大使に任命された。マハーラ・アシュトラ州サーングリーの王族の出身であり、 父、ジャイ・シングラオ・マダブラオ・パトワルダンは、同地のマハーラージャだった。バーギャシュリーは三人姉妹の長女であり、妹には、マドゥワンティット・プルニマがいる。俳優のヒマーラやダサーニーと結婚して一男一女を産んだ。息子アビマニュ・ダサーニーは、モエヨスーリア。で、俳優デビューしており、娘アバンティカ・ダサーニーは、モデルとして活動している。バーギャシュリーと、 アビマニュダサーニーバーギャシュリーバーギャシュリーとアバンティカダサーニー。ありがとうございます。